はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。 JK かっこ本物です。本日はね、 JK デッキ、通称ジャックナイフデッキですね。こちらをね、使ってデュエルしていこうかなというふうに思っております。これ芸人のね、宮下草薙の宮下さんが遊戯をすごい好きでやってらっしゃる方なんですけれども、宮下さんがなんか使ってるデッキがジャックナイフらしくて、非常にですね、トリッキーなテーマとなっております。ちょっとね、他の、遊戯王のテーマと一線を画す、なんか若干なんかその、なんだろうな、不思議な縦列っていうのを参照するテーマになっていまして、同じ縦列にカードが2枚以上存在する場合に特殊召喚ができるっていう効果が、基本的に大体のモンスターに入ってるんですよ。で、縦列にカードがあるってどういうことかっていうと、もちろん自分のモンスターゾーンだと、例えばエクストラモンスターゾーン、リンクモンスター、例えばね、アルミラージ、と、魔法トラップをセットして2列作るとか、2列作るねとか、あと相手フィールド上のカードが2枚あれば普通に特殊ができたりとかっていう感じの効果なんですけども、この辺の縦列を作っていく動きによって、モンスターを特殊召喚して、で特殊召喚したこういうの辺のモンスターたちの効果を使って上がっていくっていうテーマやっていますね。で、一番初動はね、基本的にはこの、デストロイ、一番初動っていうか列を作る動きな、初動で列を作る動きは、このリミット1になってしまっているジャックナイス、オルフェゴル、ギルスっていう最強モンスター。これと、あとこれ、デストロイメア、イブリースです。一応、魔法トラップが絡むともうちょっとなんかいろいろ増えるんだけども、基本的にはこの2枚で縦列を作っていく感じになっていきますね。イブリースは、リンク素材にして相手のフィールド上に送りつけると、エクストラモンスターゾーンと、相手のモンスターゾーンで縦の列ができるから、その列のところにジャックナイツモンスターとかを特殊召喚していける。で、オルフェゴル・ゲルスは、これトークン埋めるんですよ、相手のフィールド上に。なので、トークンと、ギルスを使ったリンク召喚をして、トークンと ギルス使ったリンクモンスターで縦列作っていくみたいな、要するに相手のフィールド上にモンスターを送りつけるっていうギミックですね。これが一応縦列を作る動き。それから普通にリンク召喚をした後に魔法トラップカードをセットして、そこに列を作るっていう、動きもありますと。でそうやって戦っていくんですけども、ジャックライツモンスターたちっていうのはね、基本的には高校用の効果なんですよね。2枚以上、やっぱりカードが存在する場合って意外と自分では作りにくくて、相手のカードと同じ列に魔法トラップゾーンをセットするとすぐ縦列ができるから、意外と高校用の、展開系カードではあるんだけども、高校用に寄せすぎるとやっぱさすがにこの時は勝てないので、今回は、先行のデモやることがあるように、デストロイメアイブリースと、ギルスが入ってるっていう感じかな。で、あとは勇者ギミックと、あとがっつり規制されてしまった、そのフュージョンデスティニーギミックも一応入れて、パワーを底上げしてるっていう感じですね、デッキの中の。ジャックナイツって結構基本的には特殊召喚していく効果が多いので、アラメシアの儀とか全然使っても大丈夫っていう。でね、ジャックナイツモンスターたちが、じゃあどういう風に相手の盤面を制圧して妨害していくかっていうと、魔法トラップカードがすごい強いんだよね。生物に眠る真相、これはね、ジャックナイツモンスターと同じ列で発動したモンスターの効果を無効にできるカードで、ささやきは、魔法カードの効果を無効にできるカード、縦列で発動したね、同じ縦列ので、鍵は、トラップカードの効果を無効にするカードということで、つまりですね、至る鍵、ささやき、真相っていうこの3枚を発動できれば、ジャックナイツモンスターがいる縦列で発動した相手のあらゆるカードの効果が無効になるんですよ。この動きをしていくデッキになっていますね。で、結構ね、ジャックナイツっていうのは、モンスターゾーンが、どこに出すかが結構重要になってくるんだけども、例えばですね、この、コンペキのジャックナイツってやつは、メインモンスターゾーンなんかフリーチェーンで移動できたりとか、あと、戦争は墓地からジャックナイツを蘇生できたりとかするので、相手のカードの効果にチェーンして、なんかジャックナイツモンスターを、モンスターゾーンに出していって、または移動させて、相手の魔法トラップカードを無効にしていくっていう、そんな感じのね、動きになっています。で、この辺のカードを、デッキから出してくれる、記憶とか、あと、生物、ジャックナイツカードとか生物カードをサーチできる、明星のジャックナイツが、キーカードになっていて、この辺のモンスターを使って、なんか展開をしていくみたいな感じのデッキになっていますね。はい。動かし方はね、ちょっと見ていただくしかないので、見ていただいて、ちょっと非常にトリッキーな動きなので、私も使いこなせてるか怪しいですが、一応ね、この、明星のジャックナイツくんと、このコンペのジャックナイツのぴょんぴょん効果によって、真相の、強さ、これを見せていきたいと思います。デュエルスタンバイ。あー、イブリスちゃん来てるが、一応でもジャックナイツも出せるか。これジャックナイツ成果できそうですね。アナコンダルートに行くかどうか、ちょっとこの相手のテルダ誘発に
まあ寄って考える感じでいきましょうか。真相のヒットでこれ強いですね、これ普通にね。でイブリース一体でリンク召喚していくと、これイブリースちゃんがね、まあ、とてもエッチなんですよ、見てて。このね召喚ムービーマジでエッチだから、本当にエフェクトベイラーね今打ってくれるのマジいや全然いいよ、全然いいわ、それは全然いいわ。なんか結局テキスト読んでないんだな、やっぱりみんなテキスト読んだ結果エフェクトベイラー投げてんのかな。だとしたらなんかコンマイコの履修もう一回あの やり直した方がいいと思うけど、エッチでしょ見たい今の。この左側の太ももになんかさ巻いてるなんかこのなんていうのか、紐みたいなやつ、なんかガーターベルトみたい なんかちょっとなんかすごいエッチだよね。うん、さあ生物の記憶を発動したいんだけどなんかある。いやーきついなー厳しいね。なるほど、ゲロきついね、それゲボきついけど一応まあセットするしかないか。でセットセット、一応ですね生物のに眠る真相があると墓地のジャックナイツを蘇生したりできますし、あのジャックナイツと同じ縦列でモンスターがの効果がそうするとそれを無効にできるって効果あるんですけど、今ジャックナイツ0体なんで今何もないです。あのうららとあの無限ホールで頑張りましょう。で相手は言うてリンク召喚しかできないので、あーえダッシュ外やるな俺、そのそのなんかイブリースちゃんのなんかどかし方をやるな、お前やるじゃねえか。そうなんですよ、あの特殊召喚はねリンクモンスターしかできないっていう制約あるんで、まあ、一応アナコンダとかは出せるんですけど普通に。さあダッシュ外で守備表示になっていく、いいでしょう。さあ私のターン、とりあえずここは何引けばいいのこれ、記憶感か。あダッシュ、うわ最悪最悪もう最悪なんだけど、何これやばいぞ。こっちもダッシュガイビート始まるかこれ。まあ、ビートって言ったら出せないんだけど俺は、まあ、言うてねあのこっちもうららあるしエフェクトブレじゃねえや、無限攻撃はあるんで、まあ、相手と同じような構えはできてますから。これ一番きついのはダッシュガイビートが、あのダッシュガイビートでひたすら2100ビートが一番きついですね。あ一番きついですね、これ一番きついわ、これ一番きついマジで。あと相手ジャックナイツケアできてんな、うめえな、出すところうめえな、ちくしょうやばいやばいやばいことが起きている、まずいぞこれは、あってはならない時代が起きている。いやーこれは厳しいか。いやモンスター出せなくて死ぬかこれ、死ぬかさすがに。これ2体でなんか2体並んだ瞬間にもなんか世界終わる気がするんだよな。いやまあ展開止めしかないね、なんかあるハルルラと無限保養ででなんとかしてライフを3800以下に抑えないと、相手の盤面のこれやばいぞ、地獄みたいな。ダッシュガイピートで負けるぞ俺。ディバインガイ召喚攻撃は耐えられる一応100。あ相手も事故ってんな、相手もだいぶ事故ってんな。ってことは相手も相当手札誘発握ってますねこれ、おそらくあの手札4枚。なるほどなぁ、いやまあ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 、なんか引いてくれ頼むよ、何かを引いてくれ。あフューネス来た、うわうららありそう。いやでもフューネスはいこれいけるかな、これいけたら嬉しいな、いけたら嬉しいな。フューネス通る通りますか、通らなさそう、通らないですよねまあ通らないんですよ、はい、当たり前に通らない、当たり前に通らない。これどうしようマジで、これうららセットしないとこれ死ぬよな、これでもさすがにうららセットしちゃって死ぬな、これ何も相手に発動せずに2100ビートされて、これ何この地獄みたいなデュエル、この地獄みたいなデュエル何、ちょマジでジャックナイツ引けねえ。生物の記憶通ってればまだあのジャックナイツカードにアクセスできたんですけども、こういうねその手札一発ばっかり入って、うわーやばいこと起きた、エフェクトベーラーか、これ増地打っといた方がいいか。いやでもさすがになんかここで増地打ってもな、まあ多分ハリファイバーとかでしょ、出してくるとしたらアナコンダは意味ないからバトルじゃ相手も相当事故ってるねこれ。いやそれはいいわ、それは別にバイーンってなってで破壊されてエフェクトベーラー、あこれは出てくる、アルミラージ来た、アルミナージ出てくる、オッケー。これこっちもねダッシュガイビートできるんでね、ダッシュガイアドバンス召喚もできますし、一応あの増殖する以上召喚してアナコンダもできますから、
まあ、ユーデランとかなる気がする。さあどうする、ハリファイバーって大きいだろう。これクソ自己り散らかしている者同士のね激闘が繰り広げられてる。これまあゾージーの方がリターンできねえな。ゾージーにしてでラドンまで行ってもらって、ラドン効果に無限包容が一番強いですよね。まあ、これ墓洗ってくるんだったら一応無限包容しないとやばいので、通る、オッケー、通る、通るで、ラドンしてくれるんだったら一応ラドンに無限打ってまあ、ドロー2枚までで、あ、オッケー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 、規制そ、記憶が来た、記憶が来た、オッケー、もう占いじゃないし、さすがに相手次の記憶に占い打ったら怒るよ、さすがに俺さすがに、まあ、でも現代遊戯王って感じしますよね。あー、オッケー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 、ラドまで行かないと了解、いいだろう、突っ張りやしね、相手も事故ってるかみたいなね。あ、師匠来た、オッケーで、相手ずっとジャックライツケアしてたのに、じゃなんてか知んないけど、ここでジャックライツケアを怠っていく、ここでジャックライツケアを怠っていく。さあ師匠のジャックライツ特殊召喚、さあ師匠のジャックライツの効果を発動して、次のジャックライツを持ってくるという効果も発動できる、そのまま殴ることもできる。さあどうする、さあどうする、さあ考えてる、いや楽しいね現代遊戯を、おまもない、なるほど、とりあえず師匠のジャックライツの効果、自分を選択し、その自分を除外しながら何かジャックライツを持ってくるという効果がある。さあどうする、何もない、で師匠のジャックライツの効果発動、これで早急のジャックライツを持ってこれる、これでサーチが入るな。これね、あれなんですよね、あのこうやってジャックライツがね来ると展開バーってできるようになっていくので、まあ、これがしたかったんだけども、まあ、やっぱり現代遊戯王は手札誘発とかガンガン飛んでくるんで、まあ、そんなやりたいことはできないっていう話ありますよね。で早急のジャックライツ効果と、これは特殊が成功した場合に縦列同じ数までジャックライツを、サーチできるんで、これで2枚サーチ、さあアドバンテージ差がどんどん開いていくぞ。さあどうする、相手一応ラドンまでなんかぶっ破すればよかったのにね。まあ一応こっち無限保有あったから止められたけどさ、なんかぶっ破してた方がなんかこういうことが起きなかったと思いますが、これは正直何でもいいな。オーカーのジャックナイスかなんか持ってきておきます、ギルスいいか。でこれでですね、展開しに行くか、これ明星だな、アナコンダアナコンダか、アナコンダあるね、アナコンダあるけど、いやアナコンダあるなアナコンダある、アナコンダするか、アナコンダできるとするか、はい、アナコンダして、はい、でこれでアナコンダした後に、縦列またできてるので、でまた紺碧出して、で無限にジャックライツ展開をしていく。さあこれで、おっと次元障壁、何融合モンスターか、なるほど、デスペには出させねえってことねいいね、現代遊戯王感あるよ非常に。オッケー、じゃあ特殊召喚リンク召喚ムーブしましょうか。融合モンスター出しちゃいけないらしいんで、とりあえずギルス召喚して、ギルス効果発動して、お手手墓地送って、OK、でこれでリーブ出せるから、まんまなかった方が強いか、でも正直明星出す必要あんのかな、これ明星メイン2でいいな、出すのまんま一回殴るか、なんかワンチャンアクセスとかまでいったら勝てそうだったけどな、まあいいや、とりあえずちょっと相手も事故ってるようなので、まあ、ある程度制圧場面作ってるんで、まあいいでしょう。なんかアクセスしてなんか展開伸ばしたらなんかワンチャンライフ削り切れた気がしないでもないが、まあ明星できたのでいいんじゃないですか。これ言うてあの展開でさ、アクセスまでやってさ、勝ったらさ、なんかジャックライスそうみたいになるからさ、でここでアナコンダとギルスを使って明星を出して、で明星効果発動、明星で手札1枚墓地を送ると生物がジャックライスを、デッキから生物カード持ってこれるので、ここでささやきを持ってきて、でささやきは相手が発動した魔法カードの効果をジャックナイツの縦列と同じ場所だった場合は無効にするっていう効果で、でさらに真相がモンスター効果を無効にするんで、
基本的には同じジャックライス同じ縦列で発動した魔法カード と、モンスターの効果を両方とも無効にできるっていう場面なんですよ、これで。真相の効果で墓地からジャックライスが呼び出してこれて、あー、オッケーで、ここでですね、とりあえずですね、コンペキのジャックライツっていうモンスターの効果発動して、これピョンピョンできるんですよね。これメインモンスターゾーンを移動できるっていう効果なんですよ。で、ここでコンペキのジャックライツをの効果使って、で、メインフェーズ、あ、メインモンスターゾーンを移動する。で、エンゲージのところに移動したいよっていう効果にチェーンして、セーブと支え機を打つと、これで魔法カードの効果が無効になるんで、これ今は大事。あ、一応発動するか、これでセーブアップして、はい、で3400するで、コンペキの効果でピョンピョンする。このね、コンペキがね、相手側に出し、移動できるんですよ、メインモンスターゾーンを。これがこのトラップカードたちとの相性がすごく良くて、まあそういうデザインなんですけどね。ちなみに一応上振れると、トラップカードを無効にするカードも一応発動できたりとかして、魔法トラップモンスターの効果を全部無効にするというヤバすぎる盤面ができます。まあ、それをするには相当なんか展開力上げないといけないですけどね。まあ、結構できますよ、でも。生物であれば。明星がいますしね。さあ、ささやき効果で、ジャックナイツと同じ縦列の魔法カードの効果は無効化されていく。はい、バリ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 、オッケーオッケーで、真相が残ってるんで、また相手のモンスターの縦列と同じ縦列に、ジャックナイツを出せるというね。はい。これさすがに強いです。よーし、オッケー。いや、最後ジャックライズできてよかったわ。さて、ついにこのデッキを使う時が来ましたね。 JK デッキ、まあジャックライズですけどね名前見て JK かっこ本物、本物でしょ。 JK かっこ本物はね、本物なんですよ、ジャックライズなんでね。はい、さあ、相手のデッキは何なんでしょうか。宮下草薙の宮下さんがね、なんか結構気に入って使っているという話を聞きまして、ジャックナイツ、なんか全然関係ない話なんですけども、宮下草薙のね、宮下さんいるじゃないですか、芸人さんの。なんかね、マジでアメトークの出演を断って、なんか YCSJ 出るレベルでね、なんか遊戯王ガチ勢らしくてね、やっぱそういう人がそのなんだろうな、タレントとか芸能界にいてくれるのはありがたいですよね。やっぱちょっと、そのなんだろう、芸能人タレントというか、もう俳優さんとかだと、ちょっとやっぱ遊戯王をやってるって若干言いにくいみたいな、そのイメージ的な問題でなんかあるじゃないですか。なんかまだまだやっぱりその遊戯王ってなんかちょっとそのなんか若干そのなんだろう、カードゲームオタクみたいなところあると思うので、なんでね、ちょっとね、やっぱね、あれですよね、言いにくいところあると思うんですけども、やっぱりね、その大々的にね、声を大にして、なんか僕は遊戯をやってますと言ってくれる方がいらっしゃるのが、はかなをあすたり前に打たれていく、それがいいところですよね。まあ、うちのね、兄貴こと、まあ、うちのとか言い出すと、またちょっとファンが怒るからだけども、松坂桃李の兄貴いるじゃないですか。松坂の兄貴もね、まあ、結構、マスターデュエルも割とそこそこやってると思うんですけども、やっぱ若干その、なんかその事務所の圧みたいな。のがありましてね、まあ、ちょっとやっぱ大々的にはちょっと言いづらいのかなっていう気はするので、まあ、ラジオではなんか大暴れしてますけどね、いつもね大暴れしますけども、まあ、若干なんかそのなんか公式の場ではやっぱ大々的には言いづらいというかがあると思うので、やっぱね、宮下さんみたいな存在は非常にね、大きいですね、我々にとっては。まあ、我々の希望の星といったところ、天気の世国になるほど、なるほどな。これはまあ、墓穴がぶっ刺さるんで、まあ大丈夫でしょう。天気は墓穴で死ぬって言われますからね。はい。さあ、カードを1枚セットしていく。なるほど。当たり前に強いね。当たり前に強いね。ドラゴンメイド、基本的にね、先行展開、これが一番強いですよね。その、天球デスフェニっていうのが一番強くて、僕も最近ドラゴンメイドね、ストラクチャー追加されて組んだの動画にしたと思うんですけども、結局ね、天球とね、フュージョンデスティニーが一番強いんだよね。まあ、ドラゴンメイドシュトラールが出せれば、まあ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 、もちろん強いんだけども、シュトラールそんな簡単に出ないから、デスフェニーと天球でアドバンテージをこう、稼ぎながら、相手の、まあ、展開を抑制しながら、まあ、シュトラール出せるタイミングで出していくっていう感じの構築が多分一番強いと思う。しかし、ドラゴンメイドいねえよな。正解とかいうガチゴミ引いたけども、なんとかまくっていきましょう。まず、とりあえず、運命の旅路を発動。運命の旅路を発動して、一応
なんか効果発動したいんだけど、なんかある？さあ許容されるか否か、このカードが発動は許容されるのか。あ、ちなみにジャックナイツって一応先行でも、まあ、あの今回デストロイミアイブリス入ってるんでやることはあるんですけど、あのね、なんだかんだ高校の方が強い。やっぱ縦列ができないからいまいち。なので、まあ、このイブリスっていうモンスターが一応先行俺出す1体でリンク召喚すると縦列ができるんでね、1枚で。なんで一応ジャックナイツ先行展開できるんですけども、これがないと結構先行で縦の列を作るのクソむずいんですよ。まあ、アルミラージと魔法トラップみたいな感じになるんで、まあ、一旦これは正解とかいうガチゴミカード墓地落としとくかまあでもこれあんま関係ないか、静電の水スカディが。なんかね、正害はほんと墓地から墓地に叩き落とす用のカードではあるので、すべきしてもガチで弱いんですよね。はからではない。とりあえず水使いの効果取るかな。水使いの効果カードを除外すると、あ、もう当たり前に優勝入ってますよ。はい、当たり前に優勝入ってます、まあ、ジャックライス結構特殊召喚がかなり多いというか、まあ、主なテーマだと思うので、あー、オッケー、そこで使ってくれるのはありがてえわ。そこで使ってくれるのはありがてえ。まあ、旅路でグリフォンライダーを持ってこれないようにするってことでしょ、これ。要するに。まあ、引いてるからね。素引いてるから大丈夫。で、伏せカード割っていくスタイルかな？オッケー。まあ、ここ、墓穴で何を、まあ、除外するか、デスペニーか、天球かどっちかっていうね、結構難しい選択肢が迫られてますね、私。なるほど。ここ、なんでデスペニーはなかったんだろう。墓穴警戒かな。いや、とりあえず、あいつの墓地に落ちたカード、強えぞ、あのトラップは、ドラゴンメイドの。あの墓地から除外するとね、ドラゴンメイドモンスターをね、手札か墓地から特殊ができるっていうトラップカードが落ちてるので、まあ、若干めんどくささはある。とりあえず一旦こいつ出すけど、なんかある。なんかある。天球使う？まあこれ天球、これ天球除外して、多分。天球除外して、まあで、とりあえずこれグリフォンライダー出したいんだけど、これ絶対天球使ってくるでしょ、俺。うん。ねえ、グリフォンライダーを素引きしてるから最強なんですけども、さあ、天気のセコギの効果を使って、多分おそらくだけども、ここでトークンをリリース、あ、してこない。なるほど。ここではないと。ってことは、どっちにしてもグリフォンライダーが食らうよっていう話はあるけども、大丈夫ですか？なんもない。なるほど。まあ、とりあえず、デストロイミア、イブリースを召喚するけど、なんかある？うわか、エッチだね。このね、太もものね、なんかね、なんていうの、この紐？左側の太ももになんか、あの縛ってる紐みたいなのがめっちゃエッチっていうね。うん。ガチでのどめ会話して、ここは墓穴でしょ。で、これ相手のフィールド上に、あの、イブリス送りつければ、もうリンクモンスターしか特殊ができなくなるんで、デスに帰ってこないっていう、史上最強の効果が発動できるんで、これ一回ここで除外するじゃないですか。今んところ、ジャックナイツ要素なし。今んところ、ジャックナイツ要素なし。さあこれでさあ5締め入りました。5締め入りました。はい、ありがとうございます。で、一応ですね、あのドラゴンメイドのトラップカードで墓地からドラゴンメイド弱いてくるっていう効果があるんで、まあ、あれが発動されて一応モンスター出てきますね、相手のフィールド上には。で、アルミラージュをとりあえず出していきます。で、これでイブリースの効果を発動して、イブリースは相手のフィールド上に特殊ができるんですけども、これイブリースちゃんがフィールド上にいると、リンクモンスターしかリンク召喚できあ特殊召喚できないっていう効果があって、これでデスに返ってきません。まずまあアナコンダとかは一応出せるんですけども、モンスター一体追加して、ただもう相手はデスに使ってるんで、これアナコンダも出せないという、まあ出せるけど、まああんまなんかその出しても意味がないみたいな感じになりますね。はい。で、天球はドラゴン2体だから、イブリースはソワにならない。これサイバーですね、ちなみに。あ、エッチだね、非常にエッチ。これね、召喚ムービーが2回見れるのがいいところなんでね、このモンスターの。あ、これちなみに先行でこれでやると縦列ができるんで、ジャックナイツ特殊ができるっていう効果です。さあ、このイブリースの強烈なロックがかかっていきますね。まあ、グリフォンライダー一回置いといて、私もデスペニアを出していくスタイルでいきましょう。さあ、リンクスパイダーとアルミラージでリンク召喚これ初手からいきなりさ、ジャックナイツ全然関係ない、なんかアナコンダとかいう展開してるけど、これ大丈夫、これ俺タラサ入るかな、これで。アナコンダする。まあ、でも相手もね、ドラゴンミドって言いながら天気とデスペニア出してるんで、まあセーフで、ベルダーナコンダ効果とで、フュージョンデスに呼ばち送ってで、デストロイと、ディバインを、あ、ダッシュ、間違えた、ダッシュとディバインを墓地に送って、デスフェニーを特殊召喚していく。もう守備でいいよ、これは。はい。で、エンドフェイズ、相手のデスフェニー死ぬ、蘇ってこない、
で相手ドラゴンメイドのトラップカードも使えない、これさすがに強いんじゃね、まあ、正解とかいうゴミ引いてっけど、はい、デスティニー効果で一応あの特殊召喚する効果一応発動してるんですけど、特殊召喚できないんですよイブリスちゃんの効果で、非常にエッチなこの少女がね相手のフィールド上に存在している限り相手はリンクモンスター以外を特殊召喚できないのでデスティニー効果死ぬと。はい、ありがとうございます。オッケーオッケー、とりあえず相手のデスティニーを処して自分はデスティニーを出すと、これが遊戯王ですね。俺はいいけどお前はダメ、これが遊戯王遊戯王の真理、俺はいいけどお前はダメと。うん、まあそれはいいよ。まあ、これ自爆特攻してあれですね、これ守備表示でよかったな、これイブリース処理されるから守備表示でよかったなこれな。で一応アナコンダ、でもあんま関係ねえか、アナコンダどうせ盾で出ちゃうからあんまり関係なかったわ。ほんでまあ一応相手はドラゴンメイドのなんだっけ、トラップカードを使って相手の墓地からドラゴンメイドを蘇生するっていう動きができるので、これでドラゴンメイドをモンスターを特殊召喚できるんですが、まあ、ティリルで魔法トラップ持ってきてって感じかな。まあとりあえずデスティニーの効果残ってるんで一応融合しようとしてきても、まあモンスター化したら多分融合できないし、チェイムの効果で持ってくるのは何かによるんだけどさ、まあ、上級モンスター持ってるんだったら融合してくると思うけど、ただ下級モンスター潰しちゃえば融合できないと思うから多分大丈夫だね。あーめんどくさいね、まあ、それもまた持ってくるか。これねあのフィールド上のドラゴンメイド戻してバウンスっていう相手のカードを効果あるんで、あれセットされてちょっとめんどくさいんですよね結構。で墓地ってもめんどくさいっていう、なんか2回仕事するトラップカードなんですかね。フィールドだとバウンス、相手のカードバウンスしてきて、で墓地だとドラゴンメイド特殊召喚するっていうなんかすげえ強い効果なんで、まあ、一応破壊はするんですけどまた墓地から効果発動されるやつね、これね。一応この癖カードはある。はい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 。で、デスベニー効果発動して蘇生する効果、オッケー、いなくなった何も、そして誰もいなくなった。これでだな、ジャックライトを、あーオッケー、ギルス君はいいね、ギルス君はいい、ギルス君は素晴らしい。ギルス君ね、これあの強すぎてね、リミット1が制限カードなんですよね。これが3積みできたらね、なんて強かったことかって感じなんだけど、これがね1枚しか積めないからね、めちゃくちゃな制約がかかってるんだけども、はいはい、お片付け効果でもう1回ドラゴンメイド出てくると、オッケーでしょう。さあ手札が墓地からだけども、今墓地いないから手札からもう一回チェームが出てくるのかな、これ無限チェーム時刻かなこれは。はい、でチェーム効果でまた魔法トラップカードをサーチできるっていう効果が一応発動する。で、ギルス特殊化成功時効果発動にチェーンして、多分おそらくこれでチェームの効果で、まあ、融合かトラップかまって持ってくるんだけども、結構ドラゴンメイドって一応生命力結構あるんですけど、まあ言うてワンキルに弱いんですよ。なので、まあ、できる限りワンキルをしていこうと思います。ターン渡すとね、あのリソース回復めっちゃしてくるんで、しょって殺すのが大事。このターンでぶち殺す。でこの心尽くしは墓地稼ぐだからドラゴンメイドを特殊ができるってカードなんだけども、あれも結局何っけ、このターンは使えないから、でデスフェに帰ってくるでしょ。であとはもうクソ召喚条件ゆるゆるのなんかジャックナイツモンスター含んでれば出せるっていうなんか最強モンスターいるんですよ。まあ、これが最強の JK よ。明星のジャックライツ、明星の JK 特殊召喚で、そして特殊召喚成功時効果発動、手札から生物カードを墓地のまたはジェックライツカードを1枚墓地に送ると、生物カードをサーチすることができるとかいうヤバすぎる効果で、まあ、生物に眠る真相とかいうヤバいカードを持ってきて、でこれでカード1枚セットしてで、ディバイン外交活動して、これでジャックライトを引きに行けばいいわけですね。はい。最強。うわぁ。はい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 、最強ですね。一生のジャックライトは盾率ができてるんで、特殊ができる。で、一生のジャックライトからの、これコストでこうして、殴ったら勝ちか。殴ったら勝ちやろ、これ。デスに行こうか。なんかこれ、ジャックライトかと言われると怪しいな、この動き。なんかジャックナイツかと言われると非常に怪しいが、まあ、ただやっぱ単体だとちょっとねやっぱ動きづらいので、やっぱ混ぜ物にした方がいいと思うんですよね、ジャックナイツって、まあ、だからやっぱ勇者とデスに強いということで、ちょっとご勘弁をいただけ。はい、はい、ほい、オッケーで、ほい、対戦ありがとうございました。はい、まあ割と悪くはないが、何も言うはずがないので相手の展開は止められない一切。まあただ、一応ですね、勇者から入ると意外となんか一妨害踏めるんでなんとかなるかなとは思うんですが、ヒーローアライブ監督の効果でエアーマンが来た、なるほど。
アライブエアーマンは世界の終わりと言われていますけれどもね、なんとか頑張っていきたい。アライブからあのエアーマンするとなんかあの当たり前になんかエクゾディア5枚揃えたりとか、まあそのヒーロー展開だったらね、あの当たり前にそのデスフェニとダークローが並んだりとか、まあいろいろできるので、あ、そういえばあれですよね、あのウェイクアップユアヒーローズ早く欲しいですね。なんかあれが来るとね、アライブ1枚からアナコンじゃねえや、デスフェニとあのダークローの降臨が確定するらしいですよ。あれアライブからだっけな、エアーマンからだっけな、ちょっと覚えてねえや。なんか天体があってね、ウェイクアップユアヒーローズっていうモンスター、融合モンスターね、あのなんかすげえ超並んだら融合みたいなやつ、まあ、ちょっとすげえなんか展開長そうだから一回飛ばすか。ヒーローいなくなったぞ、なんだこれ。結界像、何なんか謎に豪雨の結界像となんか何だっけ、あの赤いあの炎の結界像見えたぞ、まずい、なんだこれ、ミラクルフュージョン、やばいこと起きてる。ミラクルフュージョンはさっきサンライズ最初じゃない、はい、おっと4体のモンスターでリグショーマンか、ああなるほど、あスカーレットか、スカーレットやばい、これあれか、デッキトップダークドリアードでデッキトップに置いたカード全部ドロスリアーツ、これもしかして、なるほど、ガチでやばいこと起きてんじゃん、バレルロードサベージドラゴン、あーあーあーあああ魔法トラップカードを使えなくて何でも効果無効が1回ってことね、そいつはさすがにヤバすぎ、ワロタ、あやべえ、全然知らない、エンタメイト、ダグ、ダガーか、誰、ギータス君と、エンタメイトで、ペンデラム召喚、やばい、結界像2体はちょっと、結界像2体はちょっと聞いてないよ、え結界像2体ってさ、確かなんか出てるともう何も特殊召喚できないんだよね。やべえ、カード全部なんか黄色く光んねえ、これあれか、結界像なんか攻撃してちょんないといけないやつ、でもアストラもいるから無理か、ジャックナイツオルフェゴールギルス君の効果増殖なんかある、これは無効にする効果しかないから、まあ、あんま関係ないよね、これさアストラムしか殴れないよね。これぐるぐるしてたらなんかあれかな、なんかアストラム以外殴れるようになる。無理じゃねえこれ、ウェレストってねほっとくとすぐこういうことするから、あのね手札誘発って大事。